ということで、今日は、とある場所に一人で旅をしていきたいなと思っているんですけど、一人旅が初めてすぎて、まあ、今から夜行バスに乗るんですけど、ここ今浜松なんですけど、ここから何時間かな、8時間ぐらいかけてとある場所に向かいたいと思います。雨が今ね、雨降ってて、めちゃめちゃ降ってるんですよ。肩を今持ってるんですけど、肩と水と。で、着いたら、また、動画回そうと思うんですけど、多分仙台、雨降らないと思うんですけど、予報ではね、曇りだったんですよ。曇りだったから、多分大丈夫だと思うんですけど、まだね、時間があるんですよ。今、10時半過ぎとかで、11時のね、この辺の夜行バスになるんですけど、そう。着いたらまたじゃあ、回そうと思います。今ね、朝の7時半ぐらいなんですけど、まあ、今日の今からのミッションは、とりあえずお腹すいたんで、すくうことと、だから、すぐ向かいたいと思います。ただね、めちゃめちゃ人多いんですよ。多いから、今ね、こんな感じなんですけど。まあね、カメラを持っていることに、緊張してしまうんですよね。いやー、仙台着いたけど、この見てください、クリスマスリーが。これ見て、仙台駅の。これだけが、すごいですね、これ。でね、今日ね、今から何するかというと、とりあえず朝ごはん食べたいな。朝ごはん食べた後、仙台東照宮っていうのに行くんですけど、そこ行った後に、今のとこプラン未定なんですけど、とりあえず一蘭に行きたいんです。無理でした。一応行って朝ね、めっちゃ人多いんですよ。ちょっとね、朝から一蘭もどうかなと思ったので、ちょっと迷うんですけど、どうしようかな。ちょっととりあえず歩きます。歩いて考えて、カメラ持ってる時代が緊張するんです。だから一人でこうやって歩いてることに対してもいろいろ思っちゃうことあるんですけど、確かにね、仙台初めてなんで楽しみたいなと思いますけど、今日のプランは後で言うんですけど、いやでも、
さんね、通勤ラッシュかなんかわかんないですけど、めちゃめちゃ人多くて、どうしようかな。朝からね、ラーメンかって思うかもしれないですけど、一蘭がね、ここにあるんですよ。